これはナムワケでドワーフじゃなくトウですが、初めての出来なので、まあ、本年よく味見してナムワケのどれなのかなと特定できるのを楽しみにしている株ですね。これの西側の方にムサドワフナンワの2本立ちと、あと周辺に小株ですね。が出ているうちのこれなんですが、中央に見える巻き葉はこれは矮小、陽春矮小化の始まりだろうと思いますね。雰囲気からしてそんな風に見えます。あと花茎を見てもこれは南側、あのピンクのサルスベリーが見えている方が南側です。南側の方にかなり遮形してきていますし、あと花茎の太さなどからしても止め葉が出るのにそうそう日数はかからないだろうと思いますね。こちらはまだ通常葉を出していますね。それから南側の方に、そうですね、2メートルほど離れたところにやはりムサドワフナンワがあるんですが、これも小株を 1,2,3,4 本出してきていますね。花茎の遮形傾きはやや南側にちょっとだけ認められますが、今出ている巻き葉は、まあ、通常葉に近い様子になって、その次の巻き葉で陽春矮小化がどれぐらいで始まるか見当がつくだろうと思いますね。雨も少ないので、まあ、移植しても大豆、枝豆を移植してもきちんと活着したのもあれば、つい2日ぐらい前にポットからですね、まあこういうポット巻きからバナナ株周りに移植したもので、まあ水が欲しいと言っているのがありますから、後でちょっと水やりをしなきゃいけないなと思ってますがね。バナナ株周りに置いてある密植の不織布ポットのオクラも日中はちょっとしおれ気味になって、夕方には少しまた直立性を取り戻すんですが、それでもこれもちょっとポット植えですから水やりしないといけないでしょうね。ブルーベリーも収穫の盛りは
もう過ぎました。まあ、本年は家内も私もそれぞれにだいぶ収穫して毎日食べていますがね。